チコちゃん、とっても気持ちよかったよ。私もこんなの初めてだった。言って先生がうますぎてすっごいドキドキしちゃった。僕もピコちゃんが可愛すぎてかなり本気出しちゃった。もうそんなこと言われたら照れちゃうよ。ほんと可愛いな。可愛い。あ、もう番組始まってるよ。え、嘘、やだ、恥ずかしいところ見られちゃった。行くよ。この番組は、女性のセックスライフを彩るさまざまな情報を僕とピコちゃんでお届けしていく番組です。見てくれるみんなも僕の生徒だから、しっかり聞くように。すごく攻めた内容だけど、一徹先生が教えてくれるなんて贅沢だよね。ちなみに一徹先生の経験人数ってどれくらいなの？まあ数えてはないけど、だいたい3000人とかかな。1年間で365日別のことやっても10年分ぐらい。そうかもしれない。すごい、そんな経験豊富な一徹先生に教えてもらえるなんて贅沢。でもね、あの、一番好きなのはピコちゃんだから。嬉しい。じゃあ早速、あの、最初のレッスン行こうか。題して、彩れセックスシーン。このコーナーでは女性のセックスシーンを彩るスポットやアイテムを紹介していきます。アイテム、女性がとってもセクシーになれちゃうアイテムを紹介したいと思います。え、なになに？まずはこれかな。なんだろうこれ。わかる？もしかして、ブラとパンティーだよね。そう。うそー、レースでスケスケだよ。これね、アクサミっていうポーランドのランジェリーブランドのものなんだよ。すごいでしょ、この高いデザイン性、クオリティ。なんかね、世界中にファンがいるんだって。へえ。ランジェリーってさ、女性はなんかこう自分だけの好みで選ぶとそんなに冒険しないでしょ。だからたまにはこういうランジェリーを身につけると、なんかこう気分までセクシーになって大胆になれる気がしない？大胆になっちゃうの？一徹先生もやっぱりこういうランジェリーが好きなの？まあたまにはこういうのもすごくありだと思うよ。でね、今はね、こういうランジェリーを男性が女性のために買うのが流行ってるらしいんだよ。今ね、こういうなんかセクシーランジェリーが、あの、男性がね、女性のために買うの流行ってるらしいの。そうなんだ。でね、この ランジェリー扱う EC サイトっていうの、ではね、セクシーランジェリーのもう通販の6割以上が男性なんだって。え、そうなんだ。世の中の男性はこういうセクシーなランジェリーをつけてほしい人が多いってことなんだね。まあ、でもその中でもね、この、こういうなんていうの、オープンバストのブラとか、ここがこう、ね、ここがね、はい、こうオープンクロッチのショーツ、うん、こういうのがなんかすごい盛り上げで売り上げの上位に入ってるらしいの。へえ。セクシーランジェリー、まあ男性はなんかもうみんな同じ気持ちなんだね。そうなんだね。でもなんかこうデザイン見てると可愛いから着てみたいなって気分にもなっちゃうかな。そう。
これまだちょっと私にはレベル高いかな。いやそんなことないよ。うん、ね、こういうのね、一度試してみたらひょっとしたら変わるかもしれないし、ほらきっとね、今日見てくれてるみんなもね、うん、ピコちゃんにはね、僕が今つけてあげる。え、そんな恥ずかしい。大丈夫。私クマの割にケアしてるつもりだけど、ほらすっごい毛深いし。まあちょっとね、でもねきっと似合うと思うよ。どう？ほらつけよったよ。あ、すごい。なんかちょっとエッチな気分つけただけで。本当？ちょっとなんかポーズ取ってみて。先生、ポーズ取らせて。どんなポーズ好き？教えてくれると嬉しいな。どんなポーズしたい？どんなポーズで僕のことを喜ばせてくれる？やっぱりちょっとじゃあ、うん、バスと強調するようなのをしてみたいな。強調？こうかな。あ、すごいすごい。ん？あ、寄ってる寄ってる。あ、いい感じ。いい感じ。どう、一徹先生、とっても可愛い、とっても可愛い。嬉しい。よかった。なんか初めは抵抗あったけど、どう？でもつけてみると、うん、なんか意外といいね。そうでしょ。じゃあこの下の方は、ここがオープンクロッチだから、あ、こうだね。こうか。そうなんだね。そうだ、よし。じゃあこれちょっと、これ男性がさ、つけてあげるときってさ、やっぱこういう、なんだろう、繊細なデザインだとさ、どれが上でどれが下かわからないから、そういう話をしながらするのも楽しいかもしれないね。そうだよね、いろんなお話しながらできるね、うん、これ間違ったときとかはなんて返してくれるの？あ、そこ違うって言うかな。よし、これでよし。なんか熱くなってきた。もう一徹先生、ごめん、ちょっと乱暴かな、つけ方。ううん、そのぐらい乱暴の方がピカ嬉しいよ。そうなの？ピカ嬉しい。じゃあ先生、激しい、激しい。こう、こう、尻尾が邪魔で、なかなか尻尾が邪魔で。あー、できた。あー、すごい。なにこれ。あ、もうセクシーだ、すごい。常にオープンしてる気がする。よし、普段ね、あんまりランジェリーで冒険しないみんなもね、こういったセクシーランジェリーによかったら挑戦してみてね。今日はもう一つこれ。これじゃないよ。あの、これ。これ。これ何？何だと思う？なんだろう、うさぎさん？これはね、うさぎさん。かわいい見た目の方は上側に、うん、ここお鼻を長押しすると、ほら、ほっぺたが赤くなって、うん、お目目をこうすと。なかなかパワフルでしょう。ほら、ここをね、こうやって、ほら。あ、すごい。なにこれ。こうやって当てると気持ちよくなって、ほら。このランジェリーにもぴったり。ダメだよ、一徹先生。気持ちいいけど、まだ番組の途中だよ。ああ、そうです。